はい、こんにちは。酒とロックとうんちくが大好きなスペチャーおじさんのライドと申します。ベストヒットライドでやらせてもらってます。ということで、またね、ちょっと髪ね、切ってね、メッシュもうちょっと多めに入れてみたんですよね。調子に乗って、もうちょっとメッシュ、金色のところを増やしてみました。なんかよくね、木村花さんの話なんですけど、最初ね。まあ、そこからちょっと話させてもらうんですけど、何なんですかね、こう、誹謗中傷とかが良くないとか、まあ、あと、テラスハウス、がね、煽ってんじゃないかとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。自分で命を絶ったってことに対しては、大変だったんだろうなとか、悲痛だったんだろうなとかね、こう、ご冥福をお祈りいたしますという気持ちなんですけど、まあ、誹謗中傷とかってまあ、なくなんないだろうなと思ってるんですよ。結局、誹謗中傷とか、匿名でなんかやるっていうのは、まあ、日本人ってね、本音と建前のある文化だし、人間性だし、名前隠して本音を言いたいっていうところもあるし、まあ、妬み、そねみがエネルギーになるってことは確かなのであれなんですけど、ただ、僕が思うに、僕のこのやってる動画に関しては、占いがメインでやってるんですけど、その占ってる対象の人をディスるってことは絶対しないように思ってるんですね。なぜならば、ね、その人をネタにさせてもらって動画作らせてもらってますから、必ず感謝の気持ちはあるわけですよ。あと、僕大体こう、その人を占うときに調べるんですよね。大体。どういう実績を、があったのかとか、どんな、人生を過ごしてきたか。それを調べていくうちに好きになっちゃうんですよ、その人のことを。なんか尊敬してしまうというか。まあね、だってインターネットにその人の実績がこう、まあウィキペディアでもいいんですけど、書かれるってことは、その人じゃなくて第三者が書いていくっていうことは何か認められてる人ってことじゃないですか。どんなことにせよインターネット上とかで、第三者がね、その人の情報を書き込んで実績を書き込むなんていうことは、素晴らしいことをしてると思うので尊敬に値するわけですよ。なので、僕は一応自分の動画の中では絶対に相手のことディスったりとかしないし、まあ、できないですよね。もう、好きになっちゃって語るので。まあ、そんな感じで今回なんですけど、そんな大好きになってる人の中でね、何回も何回も、もう愛してやまない上白石萌音ちゃんなんですけど、今回はそのね、小泉のりひろさん、ちはやふるの監督さんですね。監督と女優って、結婚したりするじゃないですか。果たしてそういう出会いってモネちゃんとその監督にないのかななんて思って、ちょっと興味湧いちゃったんですよ。で今回から相性プラス、性の相性みたいなね。なんかそういうのを見ようかなと思って、せっかくなんでね。そこまで見れちゃうんで、一応なんかそんなお話をしようかなと思ってます。上白石萌音ちゃんは1998年の1月27日までで何日も何回もこの人見てるんで、そこはちょっと一回割愛させてもらいますね、今回。小泉のりひろさんは1980年の8月20日生まれ、慶応大学の法学部政治学科卒業なんで、すごい優秀ですよね。なんか学生の時からインディーズで、自主制作で映画を撮ってって、そこで賞を取ったりとかしつつ、メジャーでは2006年に太陽の歌っていうので、デビュー、監督デビューですね。で、2013年にはあれですよ、彼女は嘘を愛しすぎてるって、これ、佐藤健くん主演の映画ですね。それをやってます。で、2016年からちはやふるは何本か撮ってるって感じですね。でね、その小泉のりひろさんの持ってる特性なんですけど、ちょっと真面目で仕事人間で保守的な人ですね。で、今年は悩みなどは理解者に話して解決していった方がいいですよ。悩みが持っても一人で、考え込まないで信用できる人に、理解者に、ちゃんと話して解決していきましょうっていう時期です。この人はネットで調べたんですけど、配偶者が見つからなかったんですよ。なので、もしかしたら結婚してるのか、彼女がいるのかわかんないですよ。わかんないけど、一応、いない体で喋ってますから、モネちゃんとの相性なんですけど、相性はね、すいません、これまた良くないんですよ。で、まあ、この監督さんは真面目なんですけど、真面目な性格に対して、モネちゃん天真爛漫、積極的ってよく言ってますけど、に振り回されちゃうっていう、関係性になっちゃいますね。まあ、ちょっと性癖なんですけど、性の相性なんですけど、モネちゃんの性癖って積極的なんですよ、やっぱり。エッチの方も積極的に。まあね、なんか、何でしたっけ、こいつずの第8話かなかなんかでも、なかなか手を出さないタケル君に対して、タケル君、まあ、天童先生に対して、積極的にちょっとなんかしようかなみたいな感じだったんです。まあ、ああいう可愛げのある積極的さを持ってる。
小泉監督はド M です。奉仕する人ですね、なんか。なので、まあまあ、性癖的には合うかなと思ってますけどね。まあ、そんな感じで、また今回は女優さんと監督さんって恋愛どうなのかっていうのが気になったんで見てみました。またなんかあったらそういうのやりますんで、こういうのもいいんじゃないですかってリクエストあったらぜひ待ってますんで、チャンネル登録の方よろしくお願いします。